日本列島放棄。新井勝正著。文藝春秋。刊朗読。広い版。午前七時十八分。 東南海で巨大地震発生グラッと和也の足元が揺れたと思ったら雄太の膝から猫が飛び出し物陰に隠れたテレビの映像が乱れ音声が途切れた明らかに電波障害だしばらくして体育館が波打つように揺れ出した「やだよまた余震だそれにしても長い揺れだな」 まだ続いていてるぞきょとんとする人天井を見上げる人不審顔を見合わせる人や波立つ水槽を支えようと窓辺へ走る子供もいた「こんな強い余震が5日たっても来るのかね」誰かが言った和也が窓越しに傾いた校舎を見ると割れ残った窓ガラスが 陽光を跳ね返しながら抜け落ちていくみんな新たな地震ならテレビに速報が出るから背を低くして様子を見ましょうカズヤが叫んで身構えると床に這いつくばった人たちがリュックを抱えて動揺しているテレビの乱れが落ち着くと「東海・近畿地方で強い地震」とテロップが流れ「大津波に注意。 を告げるスーパーが交互に出た続いてスタジオに変わると大慌てのアナウンサーが両手でテーブルの端をつかんだまま横から渡される原稿を読み出した今しがた関係地域には緊急地震速報でお知らせしましたが東海から近畿地方にかけて非常に強い地震が発生しましたこの地震で1 8メートルを超す津波が発生しますので 海岸や河口近くの方は、直ちに高台へ避難してください。顔面総白のアナウンサーが地震津波警報を繰り返すのに、まだ揺れているのか、画面が不安定だった。今日午前7時18分ごろ、近畿地方を中心に、広い範囲で強い地震が発生しました。この地震で、 太平洋沿岸では18メートルを越す大津波が発生しますので今すぐ高台へ避難してくださいまた余震が発生しますので火の元を確認の上今すぐ高台へ避難してください画面上に各地の震度がスーパーで流れ震度階級で最高の震度7が「御前崎」「浜松」「名古屋」と表示されていくにつれて 人々から驚きの声が上が上った。震度6強も京都から琵琶湖周辺に達し震度6弱が愛知三重大阪の内陸部にまで及んだ2分もしないで画面には津波警報がスーパーインポーズされると東海から近畿地方の沿岸の地名が並びその横に津波の到達予想時刻と津波の高さが表示された。 やはり体育館が5分も6分も揺れたのは震源から離れていたためか宮城沖の地震の再来でなくて安堵した反面テレビに映ったキー局の揺れが5日前の宮城沖地震より格段に大きなもので各地の被害が心配だった画面は情報が錯綜するのか各地の震度表示の上に別の地域の震度がスーパーで次々切り替わり アナウンサーは別の記事を繰り返すなど混乱したが沿岸部の津波が10メートルから18メートルに達することを繰り返し伝え海岸や河口近くの人は今すぐ高台へ避難するよう何度も呼びかけたこの地震で東海から近畿地方で大きな被害が出ている模様です詳しいことは分かり次第お伝えしますこのの地震の震源は、 キー半島沖80キロの海底で震源の深さは50キロマグニチュード9.4震度は震度階級で最大の7を観測しましたこのため通勤途上の交通機関の損壊と建物の倒壊などで多くの犠牲者が出ている模様です画面にはテレビ局内の様子が映し出され機上の書類やパソコンが床に飛んだり ロッカーが重なり合って倒れると、窓ガラスが飛び散り、机の下に潜ったり、床を這いずり回ったりする局員たちが映ると、地震発生時の大阪放送局報道部とスーパーが入り、これまでにない大地震だったことが誰でも飲み込めた。各地の震度は、震度7が御前崎、岩田、浜松、豊橋、名古屋、 四日市、桑名、津、いらこ、常滑、東海、鳥羽、島、尾鷲、奈良、熊野、勝浦、潮の岬、白浜、有田、和歌山。震度六強が、渥美、吉良、碧南、刈谷、岡崎と続き、遠州灘から三河湾、伊勢湾、熊野灘と、紀伊半島から濃尾平野にかけて、 大きな被害が出たことを示していたこの辺りの海底ではフィリピン海プレートがユーラシアプレートに潜り込む時に発生する歪みを放散する際のエネルギーが巨大でこれまでにも東海地震や東南海地震を起こしてきた今回も地震発生から20秒から100秒以内に 町長の地震津波情報が次々発表さされて深刻さを増した。その都度体育館内の人々から歓声が上がりため息が漏れるそれが津波で死んだ息子と重なるのか老漁氏がテレビの音量を低くするとみんなも5日前の地震の恐怖がよみがえるのか誰も口をきかなくなりテレビに背を向けて膝を抱え込む人もいた。 重い気分の和也は遠くの地震について気を患うゆとりなどなかったせめて自筆しそうな自分に「発狂だけはするなよ」と言い聞かせていた初めは被爆したかもしれないが大したことはないと楽観視する余裕があった放射線を浴びたのだから正常ではいられないにしても多少の障害を受け入れればこの先10年。 20年と暮らししてて、いける気がして人工授精で生まれた我が子の成長を見守るさらと自分がいる楽しい海辺の縁での生活を思い描いていたそれが急転直下台無しになる気がした和也は原子炉建屋から持ち帰ったバッグを手に裏山へ駆け上ったいつもの小さな草原に腰を下ろして バッグから出した石膏の表面の紙粘土を少しずつ剥がしていった「木原俺が原発に入ったのは生きているお前を見つけるためだった死んだなんてどうしてまどかちゃんに言えるものか」話しかけながら丁寧に紙粘土を剥ぎ落とすと徐々に石膏のおもちが現れた。 その白さが太陽に触れると艶やかに発色し余すところなく木原誠のおもだちを再現した両手で囲うようにしてじっと見つめ小学校から中学高校とともに送った折々の思いをマスクに話しかけると精悍な木原の目鼻立ちを滑車したそれは気立ての優しい木原を彷彿させた 木原マドカちゃんはお前が死んだことをまだ知らないんだいまだにお前の帰りを待っている俺が行けなかった許してくれるか許してくれ叫ぶたびに缶に耐えなくなりデスマスクをだいたまま草原に突っ伏したしばらくそうしていると誰かが裏山へ駆け上がってくる気配がした。 見損なったわ辛辣な言葉を投げかけたのは咲子だったどうしてここへ何言ってるの声を荒げた咲子が言うには和也が裏山へ登るのを見て熱い湯で溶いたとろろ昆布を飲ませようと後を追ったそこで苦しむ和也の独白を聞いて 一旦逃げ帰ったものの事実を知らされていないまどかが気の毒になり15分して裏山で落ち合うことにして先に来たというそうだったのか本当は姉ちゃんに相談したかったけれどただ彼女を悲しませまいとそればかり考えていたバカね木原さんが死んだことを和也が隠してどうなるの そんなの親切でも何でもない悪かったどう言われても仕方ないそれ木原さんのデスマスクなのねさひこが和也の手元に目をやった見つけた時もう顔に師範が出ていた木原のためにもまどかちゃんのためにも死んでいる木原を見せてはいけないと思った サヒコは一瞬言葉を失ったらしかったが、風也に向かって決然と言った。マドカちゃんが来たら真実を話すことね。ああ、そうする。それにしても、夢のことを覚えているいきなりしがみついてきて、わけのわからないこと言って、姉ちゃんの膝で寝ちゃったんだから。やっぱり、姉ちゃんに甘えたんだ。俺って、 姉ちゃんに助けられてばかりだねカズヤが原発から脱出できなくなった経緯と重度の被爆をした可能性を明かしたお前って前から NGO を過信して義き心を出すからいけないんだいくら姉ちゃんでもそんな言い方ってないだろう。サハラちゃんと結婚するんでしょ彼女のためにも命がけの奉仕なんてしないことね シスターのくせにすごいこと言うね。だって、ゆうべは姉ちゃんに抱きついて震えた上に、もう俺はダメだ。放射能を浴びたからやがて死ぬんだって。体育館にいる人たちにまで聞こえそうな大声を出して、姉ちゃんが唇を重ねたらようやく収まったんだから、しっかりしなさい。まどかちゃんが来たわよ。急ぎ足で登ってきたまどかが、 二人の様子に立ち止まった。ごめん、マドカちゃん。実は、原発に潜入すると、中央制御室で、マコトが、やっぱり死んだの死んだのね。神戸を垂れたカズヤに向かって、マドカが絶句した。マドカちゃんがかわいそうで言えなかったそうよ。でも、 どうしてまどかがじっと見ていたかずやの顔から手元へ視線を落としていくうちにかずやが手にしているものに気がついたまどかちゃんには出そうと思って取ったんだでもどうしても言い出せなかったかずやがデスマスクを差し出すと受け取ったまどかが食い入るように見つめたやがて小さく。 まことと声にするとその目から大粒の涙が落ちた直立して見つめるしかない和也はどんな犠牲を払ってでも木原の死因を確かめようと心に刻んだちょっとやだわまた揺れてない地震よあ揺れてるさひこの声に答えた和也が体育館を見下ろすと 何人かがよろけながら飛び出してきたスパンの長い揺れが不気味に続く「まどかちゃん大丈夫?」和也がジデスマスクを胸に抱いたまどかをかばおうとすると背を向けてしゃがみ込んだ「まどかちゃんしっかりして私たちが支えになるわ」和也を制したさき子が声をかけた「私なら大丈夫よ」「まことがいるから」 髪を振り乱して立ち上がったまどかが両手でデスマスクを抱きしめると一目散に駆け下りていったちらっと和也を振り返った咲彦がまどかを追っていき和也も後に続いた。